ゴッドファーーザおはようございます『週刊中年ジャンプ』編集長のストーンです、えー。今回ですね、ちょっと僕の雑なあのー、報告に当たりましてですね、先生の方から、えー、新たなアドバイスをいただきまして、ありがとうございます。えー、っとですね、やっぱりこう、物事を人に伝えるっていうことはですね、やっぱり分かりやすくないとだめなんだなっていうのをあた改めて、えー、感じたところであります。はい えー、こういうふうにですねおっしゃられたようにこう何かこう,こう物事を5つとか4つとかに分けてですね、えー、お話しするとすごく、えー、分かりやすいなっていうのが、えー、ありましたので、えー、こういうことをですね、まあ、他の報告以外にもですね、えー、当てはめてみて、えー、使っていきたいなと思いますまあこれちょっと意識してですねやっていきたいなと思います、はい、あとですね、えー、と他の塾生、えー、の方々ですね、えー、J さんをはじめとしてですね 他の塾生の方々なんかともやっぱりこう動画のやり取りをしてですねお互いに高め合えればなというふうに思いますはいこれもですねやっぱりこう意識をしていかないとなかなかできないおっしゃる通りですねちょっと作業が増えたなっていう感じにもありますので、えー、自然にできるようになるまでですねちょっと意識をしてやっていきたいなと思いました、はい えであとですねこう今までちょっと動画を作ってみてですね、まあ、そんなに数多く作ってるわけではないんですけれども、えー、まあ少し傾向っていうのが、えー、見えてきたような感じはしますので、えーとまあ、伸びる動画,動画あの視聴回数がですね、えー、伸びてるものと全然伸びないものっていうのがやっぱりちょっとはっきりしてきてるんで、えー、伸びるものをどんどん伸ばしていこうかなと思いましたであとですねそういった伸びる動画をもっと 違う話題でもこうさ探ってというかですね、えー、探してい、えー、くと、まあ、これは作ってみて、えー、何回もやらないと分かんないと思うんですけども、まあ、そういったことを繰り返してですね、えー、コメントですねコメントをいただけるようなこう話し方とかあとは雰囲気ですねこういったものをですね、えー、作っていきたいなと思います、まあ、これはあの、まあ、先生の動画なんかを、えー、よく見てですね、まあ、ヒントがあると思いますんで、えー、研究していき,たい,いきたいなと思います はい、えー、今回は以上ですまたご報告しますんでよろしくお願いしますゴッドファーザーいってらっしゃいあ行いってきます、はい